本日2020年の7月13日に東京と伊豆諸島を結ぶ東海汽船は新型の超高速船ジェットフォイルセブンアイランドユイを就役させました。このジェットフォイルと呼ばれるタイプの船が新しく作られるのはこれが25年ぶりのことです。今回はそのデビュー2日前に行われた試乗会にお呼びいただいた時の様子を皆さんに紹介させていただきます。お待たせいたしました。試乗会ご参加のお客様、お席番号1番から199番までのお客様、船内へとご案内でございます。まあ、前の出口におきまして検温へのご協力お願いいたします。乗船の前に体温が高いお客さんがいないかどうかを非接触式の体温計で測ることになっています。前のお客さんが進んでいったらその後間隔を空けて体温を測ってもらいます。それでよろしいですか。はい、はい、お願いします。すみません、検温させていただきます。はい、はいはい、ありがとうございます。ちなみに、はい、あ、いいですか。36度6分ですね、はい、よかった、ありがとうございます、はい、これ何度以上だとダメなんですか。 37.5度以上です。あ、分かりました、はい、ありがとうございます。ジェットフォイルはそれほど大きな船ではありません。タラップを登って2階の部分から乗り込みます。大型客船があまりに大きいですから2階建てとはいえジェットフォイルはそれほどたくさんの人を一気に運ぶことはできないのかなと思うかもしれませんが、実際にはかなりの輸送力があります。窓側から2列掛け、4列掛け、2列掛け、2階席だけでもこれだけ座席が並んでいます。ただしたくさんある座席を全部使うということはせず、東海汽船は最近では感染対策のためにお客さん同士をなるべく予約の段階で距離を離し、必要に応じて臨時便を出して乗船率を下げるということをしてくれています。何らかの事情で車椅子をご利用の方が1階席と2階席の間を行き来するときのためにこのようなスロープも設けられています。このセブンアイランドユイは東海汽船のこれまでのジェットフォイルの中で初めてバリアフリーに完全に対応した船です。乗船の時のタラップは多分乗組員の方が桟橋の方が車椅子を持って上がってくれるんだそうです。1階席はもっとたくさんの座席が並んでいます。窓側から3列掛け、6列掛け、そして3列掛けです。この写真の中でいうと86番とかこの後の108番とかジェットフォイルの1階席のところにはたまに柱の関係で足元が広くなっている当たりの席があります。ただ東海汽船ではジェットフォイルには上級船室というものは基本的に設けられていません。すべて2等の1席という構造です。やっぱりこういうご時世の、そうっすね。またお客さんの乗り降りの前もしくは乗り降りの後にこのようにかなり入念な消毒の作業が行われています。お客さんが触りそうな場所をよく確認して、そう、あ、ちっちゃい子の手垢がこの辺に、なるほどなるほど、こんなところまで掃除してるんですね。かなり手間のかかることかと思います。今回の試乗会はただ新型のジェットフォイルのお披露目を目的としているだけではなくて、東海汽船が日々実施している新型コロナウイルス対策、これの周知も大きな目的の一つとなっているんだそうです。肩に4本の線が入っているようです。ここにおられるのは船長さんですね。今から東京湾内およそ30分のクルーズに出発です。東海汽船の方が岸壁からこちらへ手を振ってくれています。乗客やもちろん私たちもこちらから手を振り返します。ここで東海汽船さんからいただいた写真を使って本船ボーイング929ジェットフォイルの構造を皆さんに簡単に紹介させていただきます。ジェットフォイルは海の上の飛行機とかそんな風にも言われますが、実際に船体下部前後についている水中翼を使って揚力を得て船そのものは完全に海中から出して海の上を飛んでいく、本当に飛行機のような移動の仕方をする乗り物です。どのように移動するのかというと、後部の水中翼から海水を吸い込んでそれを後部に噴射することによって推進力を得ます。その勢いは毎分で180リットルぐらいだったと思いますが、これはおよそ25メートルプールが2分間でいっぱいになってしまう勢いです。恐ろしい勢いで海の上最高速度時速80キロで飛んでいってしまいます。東海汽船高速船のセブンアイランドユイにご乗船くださいまして誠にありがとうございます。 Welcome aboard Seven Island You, a high speed jet foil operated by 東海汽船。セブンアイランドはジェットエンジンで海水を吹き出し海面から浮き上がる力を得て航海する船です。船体が安定するように前後の水中力を常時調整して運航しますので揺れが少なく時速約80キロの速さでジェット機さながらの海上飛行をお楽しみいただけます。船内の安全放送が始まってまだそれが終わりきらないうちにもうすぐにレインボーブリッジのすぐ脇芝浦南公園のあたりを通過してしまいました。このあたりで完全に船体は
海の上に出て時速70キロ、80キロ程度、ほとんど最高速度に達しています。最高速度を約80キロに達するまでの時間は約3分だそうです。そこら辺にいたタグボートもたちまち追い越してしまいます。すぐに大井ふ頭が見えてきました。船内ではマスコットガールの小池さんから案内の放送がありました。ここが日本にやってくる貨物の海の玄関です。実際世界中のさまざまなところからコンテナの貨物が集まってきます。速度は今時速70キロほどに達しています。これは海の上の移動速度としては驚異的なものです。実際景色もかなり速いということが私には分かるんですが、もしかしたらジェットホイールなど乗り慣れていない人だとこの速さにはあまり気づかないかもしれません。私も初めてジェットホイールに乗った時はそんなに思ったより速くないんだなと思ったんですけども、これは海の上ですから相対的に速さを感じるものがそれほどないということと、あとはこのジェットホイールの乗り心地がかなりいいので、まさかそんなにものすごいスピードで移動しているとは思わない、まあ、この2つの要素が強いのではないかと思います。乗り心地は まるで高速バスのようなもので、船酔いの心配はジェットホイールにおいてはかなり少ないと言われています。実際多少の波があってもほとんど気づくということがありません。すでに羽田空港の沖縄あたりまで来ました。たくさんの飛行機が止まっています。あちらにもボーイングの商品がたくさんずらっと並んでいますが、このボーイング929にもやはりメリットはあります。全日空では2015年まで東京大島便を運航していましたが、東海汽船のジェット船があまりにも便利なので、ついにその年を最後に全日空は大島空港への発着をやめてしまい、やはり便利なのはジェット船、現在はそのようになっています。多い時には何本も臨時便が竹芝桟橋から出ています。竹芝桟橋を出てからまだ13分しか経っていません。もうすぐ目の前に川崎市というところまで来ました。この地図でいうと一番右奥のところ、そこが隅田川の河口、竹芝桟橋ですから、本船がいかに速い速度で移動しているかがお分かりいただけるかと思います。この速度では大島ぐらいの距離だと飛行機では太刀打ちができません。島国の日本においてジェットフォイルがいかにありがたいものであるかは皆さんにもお分かりいただけるかと思います。また今日の東京湾にしては風が強くてちょっと波がある方ではなかったかと思います。実際この映像を見ていただいても、ここを時速70キロ80キロで移動していれば、それなりにザブザブした乗り心地になりそうだと映像からだと思われるんじゃないかと思いますが、実際にはほとんどこの波を感じるということはありません。なぜなら船体が海上に出ているからです。船そのものが大きく波の影響を受けて動揺するということはないのです。とここで船が大きく左に傾いて円を描くようにして走り始めました。これはお試しのクルーズですからそれほど長くは走らないのですが、ジェット機のように船体を傾けてくるりと急旋回をする、それもぼーっとしているとあまり感じるということがありません。意識していなければただ走っているようにしか感じられない、かなり乗り心地のいい船です。向こうに東京ディズニーシーの大きな人工火山が見えます。あっという間に帰りの道に着きます。東京ゲートブリッジなども見え、もう一度レインボーブリッジを今からくぐります。もうレインボーブリッジの下まで戻ってきました。レストランクルーズをするシンフォニーが横を通ります。あっという間にシンフォニーも一瞬で追い抜きました。船の上から多くの人がこちらへ向けて手を振っていました。船の上から一生懸命写真を撮っている人もいました。写真を撮るためにシンフォニーに乗った人もいたようです。レインボーブリッジがあっという間に近づいてきました。あ、こんなすごい勢いで近づいてきたかと思っていると、またさらに勢いよく近づいてすぐ頭の上にやってきます。時速80キロというペースは海の上で通常感じることのないもので、簡単にシャッターチャンスを逃してしまいます。この映像とそれからこの次のカットを見比べていただくと、海面の高さがまるで違ってきているということが、なんとなくお分かりいただけると思います。本船はすでに着水し、そしてあとは竹芝桟橋へ接岸するだけです。海の上を飛んでいる状態から着水をするその時に、船がちょっと注意が必要な状態になるということで、シートベルトの着用などが求められるそうです。
実際シートベルトはしなければならないのですが、ただどの瞬間に離水着水をやっていたのか、ただ乗っているだけでは分かりません。そして船は速やかに接岸されてきました。小さい船ですから基本的に接岸作業もすぐ済むようです。ただ小さい船なので浴槽中海の上を飛んでいるときはいいのですが、接岸の作業中など飛んでいるわけではなく船体でそのまま海の上浮かんでいるというときはさすがに波の影響を多く受けます。本当に船酔いをしやすい、揺れに弱いという方はこの接岸作業、離岸作業のその時のために酔い止めを飲んでおくという必要ももしかしたらあるかもしれません。基本的に快適な船ですが、この部分だけは大型客船よりも大きく揺れるという場合があります。また接岸の際に波の影響を受けやすいということで、どうしてもジェットホイールは就航率が大型客船よりも悪くなりがちのようです。ともかく今回は快適なクルーズでした。お客さんも満足してどんどん降りていきました。今回は無料だったのでジェットホイールに初めて乗ったという方もたくさんいられたようですが、いや面白い乗り物でしたと多くの視聴者の方から私に教えていただきました。本船は川崎重工業で製造されたものです。もともとはボーイング社の商品でしたが、現在は川崎重工業がライセンスを受け取り、そしてこの船が25年ぶりにまた川崎重工から出場してくるということになりました。前方からの空気の流れを良くするためでしょうね。流線形の形になっている普通の船とはまるで違う姿です。濁っているので見づらいですが、ここに水中翼が格納されています。これを動かして船を効率的にまた乗り心地よく操縦するんだそうです。黄色い綱が岸壁との間に設けられているのは通常の船と変わりませんが、ただ接岸と離岸の作業はちょっと様子が異なるようでした。また後で紹介します。この試乗会は1日に3回ありました。私は2回目で見学させていただきましたが、次に3回目の方が乗り込んで15時の出航、その様子を皆さんに紹介します。ジェットフォイルが海面を離れて海の上を飛んでいく離水の瞬間もこのカメラに収めることができました。タラップを外してお客さんは船の中で今シートベルトをつけています。そして岸壁にかかっているこのロープですが、これを船長さんの指示で外していきます。今すでに後方のロープがもう取り外されたところかな。そして次に前方のロープも取り外すということになって、前の甲板におられた方が甲板というんですかね、ロープを取ると桟橋の方が今度これを勢いよく手繰り寄せます。ものすごい手作業。大型船であればね、岸壁側のロープを取ってそれを船側に巻きつけるということをするんですけれども、ジェットホイールの場合はこの映像を見る限りでは岸壁側にロープを用意しておくんですね。また小さな船ですので船体がどうしてもぶつかりがち、大型船用の対策だけでは足りないということで小さな浮きを外側に設けることになっています。東海汽船の方とそれから私も船へ向かってみんなで手を振りました。お客さんたちもみんなノリノリでこちらへ向かってお手振りでお返し。ガスタービンのエンジンがものすごい音を立てて出発していきます。後方にね、空気のモワモワができるんですよ。熱い排気が画面を歪めて去っていきます。後部のところにくぼんでいるところがありますが、その下の部分から水を後方に噴出し、またくぼんでいるかなり上の方から空気を吸い込むということになるそうです。排気をするんだったかな、確か後ろから吸気をするんだったような気がしましたけども、だんだん後方がボコボコと波立って、今音が変わりましたね。離水の作業に入ったようです。この時間が注意が必要ということで、ジェットフォイルはシートベルトをしなければなりません。ただ海上でも時速80キロで飛んでいくわけですが、クジラ、イルカなどに衝突をすると大きな衝撃を受けることになるから、
トイレ、それから自動販売機などに用があるとき以外は基本的に着席をしてシートベルトをしたままでいなければなりません。後ろからバシャバシャと水しぶきがかかり、船体の上部が上へ上がろうとしています。まさに離水作業の真っ最中です。これからね、しばらくするといきなりふわっと上に船体が浮かんでいきますよ。もうそろそろだと思いますが、ちょうど今ここら辺で上に船体が上がり、普通の船とはまるで違う海の上を飛ぶジェットフォイルの姿に移り変わっています。ここですね、スーッとエレベーターのように上がりました。さっきまで見せていた姿とはまるで違う状態になったことがお分かりいただけると思います。まだここで上下に少し動揺しているようにも見えますが、おそらく完全に浴槽状態に入ったんじゃないですかね。このように水の抵抗を少なくとも船体側では全くのゼロとして、素晴らしいスピードで飛んでいくことができるのです。アメリカのボーイング社が開発をした、もともとは軍用の技術だそうです。現在でも軍用のボーイング929というのも使われているそうです。そしてその後、東京湾の30分間のクルーズを終えてセブンアイランドユイが帰ってきましたが、もう一つジェット船が一緒についてきています。前を走っているこの船はセブンアイランド虹です。1981年に建造されて今年で39年目、かなり古くなってきた船です。このセブンアイランド虹はこの試乗会の翌日2020年の7月12日をもって退役しました。このジェットフォイルはなかなか新造するのが難しい船です。一つ作る建造費が今回のセブンアイランドユイはなんと51億円もかかりました。3体目のサルビア丸の建造費が63億円ですので、まあ、ほとんど変わらないということになります。大きさはまるで違うのに、それだけ高度な技術、製造するにもかなりの手間がかかる船だということがわかります。この船は新しく作るということをしないと、もしかしたら技術が消えてしまうのではないか、そんなことも言われていました。素晴らしい乗り物なんですけれども、やはりかなり製造などにコストがかかるということで、なかなか新しい船が25年間製造されることがなかったのです。左側に映っているセブンアイランド虹が、上越新幹線、東北新幹線が開業するよりも前からこのように走っているということを聞けば、このチャンネルでも多く動画をご覧になっている鉄道マニアの方も驚かれるんじゃないかと思います。本日はその引退直前のセブンアイランド虹とデビュー直前のセブンアイランドユイが両方とも一緒に竹芝桟橋にやってきて着水をする、その光景をカメラに映すことができました。今着水の作業中、船の前側がまだ頭を上げていますが、そろそろ完全に降りるはずです。ユイも同じように今着水の作業をしています。ゆっくりと船体を前に下ろし、今着水しました。そして後は普通の船とおそらく同じように向きを変えてこの桟橋へ接岸するということになっています。東海汽船ではこのセブンアイランド虹を置き換えた後も、またさらにセブンアイランド愛など船齢40年を超える船を置き換えなければならないという問題が生じています。そしてこの問題は他にも様々な船会社で同じように発生しているはずです。 JR 九州では博多と韓国のプサンを間連絡するビートルという船の新造船をジェットフォイルで建造するということはせず、双胴船というこのジェットフォイルよりもスピードの遅い船で変えるということになりました。また佐渡汽船では最近新しく直江津港と小木港の間に新たにジェットフォイルの運航をするということになりましたが、ただ新しくもう一隻建造するには要するに51億円がかかりますので、そう簡単なことではないのではないかと思います。そのためおそらく今度新潟の佐渡汽船もどこかで使わなくなった旧型のジェットフォイルをまた譲り受けて中古船を収益させるはずです。東海汽船もこれまで中古船を譲り受けるという形でジェットフォイルの運航をしてきましたが、今回は東京都からの補助も受けて新しいジェットフォイルを見事に建造するということになりました。半分ロストテクノロジーともなりつつあったジェットフォイルを25年ぶりに建造してしまったというのは本当に見事なことです。
今後もこれでおそらく2050年か2060年頃まではジェットフォイルを見続けることができるということになるのではないかと思います。そしてもしかしたら今回ユイの建造によって承継された技術がまたさらに他のジェットフォイルを製造させるということになるかもしれません。なお本船セブンアイランドユイという名前の由来ですが、これは船の速力を示す英語ノットという言葉、それの別の意味であります結び目という言葉と東京本土伊豆諸島との結び、その2つをかけてこの名前となったそうです。これでセブンアイランドユイの試乗会の様子を皆さんに紹介することができました。画面の奥側ではセブンアイランド虹から降りてきた各島からやってきたお客さんたちが今列を作って下船中です。手前側ではセブンアイランドユイから降りたお客さんたちが浜松町方面に戻る前に桟橋の上で記念撮影をどうぞとセブンアイランドユイの写真を撮られています。その奥では虹が先にレインボーブリッジの下にある東海汽船の岸の方へ引き上げてきました。これまでずいぶん長く活躍して船体はずいぶん古くなったんじゃないかと思いますが、40年も使っていたとは思えないほどなかなか素晴らしいデザインです。特に傷んでいるという様子もありませんでした。しかしやはりユイは綺麗です。2つとも背中は頼もしく見えます。これからも伊豆諸島は速やかに東京本土と結ばれることになりました。そして本日は2020年の7月の13日、時刻ただいま8時50分で、ちょうど今、新型ジェットフォイル、セブンアイランドユイの出港の時刻です。なんかちょうど今はね、セブンアイランドのあれは友だな、あれがいますけど。あ、これは離水作業に入ってるから、これ運航便か、多分今日はユイの就航日である関係でお客さんがたくさんいて、増便を出したんでしょうね。だからどれだけお客さんがたくさんいようと今は東海汽船は収益を上げるのがかなり難しい状態にあるんじゃないかと思いますが、それでも乗客の密を避けてくださって本当にありがたいことです。完全に浴槽状態に入りました。あとはこのまま時速80キロで突っ走っていくだけです。すごい速さです。